皆さんこんにちは。今回はマイネオシムの契約と一緒にアローズ M03 を購入したので開封していきたいと思います。ちなみに今回はデータ通信のみのデータ容量 500MB までの契約にいたしました。それでは開封していきます。まずはSIMの取り付け方が書いてある説明書です。こちらは故障書ですね。本体の説明書。簡単操作ガイド。AC アダプタ。USB ケーブル。最後に本体です。マイネオ限定カラーのモデルにしました。せっかくなので電源を入れてみます。ちょっと起動まで時間がかかりましたね。ホーム画面はこんな感じです。次回はゲームアプリをインストールして、動作確認をしてみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。